はい、皆さんこんばんは、マイニーです。本日ご紹介する動画はこのシアーなグレーを、シアーじゃない、クリアカラーのグレーを使ったデザインをご紹介したいと思います。最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、じゃあまず早速こちらの 232C ジェルグラフのクリアカラーですね、クリアグレー、これを使っていきます。クリアなんだけどやっぱちょっとグレーだからシアーっぽい感じなのかな。でも可愛いよね、この色、ありそうでなかったこのカラー。はい、こんな感じです。これで硬化していきます。はい、じゃあ続いてはこちらのエクステンションジェル、これ立花ジェルですね、長さ出しとかもできる硬いジェルです。これを用意します。はい、でさっきのチップを硬化したやつ出して、これでちょっとねうねうねを作っていきたいと思います。うねうねさせちゃうよ。クリアだから見づらいかな。はい、こんな感じです。これで一度硬化していきます。はい、じゃあねもう一度同じところに同じようにジェルをのせていきます。はい、じゃあもう一度硬化します。じゃあこんな感じで今度これです、キャンジェルのノンワイプを塗っていきます。全体的でいいよ。でしっかりこの凹凸が今できてるので隙間にもちゃんとこう入れて、厚塗りになりすぎないようにしていきます。はい、じゃあこれで硬化します。はい、じゃあ今度はこれシルバーのパウダーを使います。でさっきノンワイプ塗って硬化したこれにつけていきますが、うねうねを作ったところにだけつけたいので、こうちょっとずつね、今回ちょっとねごめんなさいこれ汚いけど許して、反対側は何もついてないから。でここにだけつけたいので、うわー綺麗、見て、擦りつけるのはねここの上だけにしましょう、この並々の上だけ。はい、こんな感じで余分なパウダーを落とします。こんな感じです、綺麗。でしっかりパウダーを落としたい場合なんですけど、私がね紹介したこれ、これねいいですよ結構。この細い毛がいっぱいついてて硬さもしっかりあるので、余分なとこについたパウダーが取れます。はい、こんな感じです、綺麗ですね。この半分だけミラー、うねうね。はい、じゃあそしたら一旦ね上にクリアジェルを塗ります。しっかりこの凹凸のね隙間にも入れてあげてください。はい、じゃあこれで硬化していきます。はい、じゃあこんな感じでトップ塗っていきます。
じゃあ降下します。はい、こんな感じで完成です。もうめっちゃ綺麗、かわいい。はい、こんな感じですよ。どうですか、おしゃれ。なんかグレーってやっぱシルバーと相性がいいので、こんな感じでとってもおしゃれな感じに仕上がりました。どうでしょう、どうでしょう。ちょっとね、半分だけミラーでうねうねっていうのも、いつもとね、よくあるのは全体がミラーになっててうねうねなんだけど、こんな感じで半分だとまたちょっと違った感じで可愛くなりました。ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。はい、では本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。